どうもどうぞ、プラビットの達也と、ある人と、プロです。ということで、今回は、ファブリーズが持つ、魔法陣の力についてやっていきたいと思います。うちでも、異接種派なかな。でも、今日の動画を見ると、あなたは、ファブリーズ派になります。なる？はい。まあ、まずですが、ご存知だと思いますが、説明します。ファブリーズとは、気になる部屋の匂い、タバコやペットの匂いなどを解消する、消臭、芳香剤を提供しています。除菌もできる消臭スプレーや、空間の香りで彩るクリップ型消臭、芳香剤なので、匂いのお悩みを解決する、ということをやっている会社ですね。会社から送られてきた人だ。違う。一瞬、熱量が。これ、実は除霊もできるんですよ。除菌除霊みたいな。はい、今回はその話です。夜中4時頃、突然強い力で手を握られて目が覚めた。かなりほっそりとした指の人だということは分かったが、暗くてよく見えない。私は横向きに両手の胸あたりに置いて寝たのだが、その手は明らかに上の方から、つまり布団が空いている方から握ってきていたのだ。目を開けるとそこには誰かの腕がとなるはずだったのだが、残念ながら何もない。握られている感覚からすると指は細く手は小さい、ちょうど小柄な女の人か子供のようだ。そんな感じでしばらく恐怖の日々を過ごした。何より現象が起きるのは夜中の3時26分頃だと決まっているのも嫌な感じだった。そこで一つ思い当たることがあった。気のせいかもしれないが、なぜか部屋にファブリーズをした時には出ないのだった。悪臭を取るファブリーズと霊、もしくは霊が空気中のよどみや悪臭の中に住んでいるのかも。もしかしてものすごく重要な発見をしたのではないか。もちろん科学的な根拠はないのだが、そんな直感に基づき、霊で悩んでいる人は部屋にファブリーズをしてみることをお勧めしますと社内掲示板に書き込んだために、私はファブリーズで除霊した男として少し有名になってしまった。ということが実際にあったんです。あら、うん、でもありそう、うん、だって塩とかも別に目に見えて効果があるわけじゃないじゃん。ああ、確かにね。科学で証明できることが全てじゃないから。そうだから、ファブリーズをして、まあ理由はこの方が考えたけど、綺麗になったからなのか、除霊できてるのかわからないんですが、これに理由を唱えた人が現れます。納得の理由ということで、この画像をご覧ください。ツイートでどんどん話題になったんですけど、ファブリーズがなんか除霊とかいうそういうのに効くとか諸々の話をちょくちょく聞いたので思い出して、ファブリーズの成分とかをよく調べてみたら、シクロデキストリンとかいうめっちゃ魔法陣型した成分が出てきて、ああこれは効くわってなりました。やべえわ。なるほど。ということで、この成分が魔法陣の形をしてると。すごいね。本当や、もう結んだら。そうで、別の画像を見てみましょう。これね、ベータもあるわけですよ。で、まあこの人が言ってるのは、さっき見てた画像っていうのはアルファシクロデキストリンですが、ファブリーズに含まれるクロデキストリンはおそらくベータシクロデキストリンなので、多分こっちですって言ってます。で、そうするとより魔法陣っぽいですよね。そうだ、ベータを囲んでるんですから。で、このつながりでトウモロコシの成分であるシクロデキストリンの分子構造も魔法陣に似てると。って考えるとトウモロコシも効くんじゃないか。なるほど。かも玄関に塩じゃなくてトウモロコシを盛る時代が来るのかもしれない。で、ツイッターではいろんな声がこれに関して上がりまして、こんにちは、はじめまして、やはり魔術の力を借りていたんだな、恐るべし P&G 社とかね、あと何これかっけーとか、もう除霊できるファブリーズってフレーズで売り出せばいいよとかね、これじゃんつって、この神社のね、フワちゃん来てなかった、これじゃんなんでこれじゃんこれじゃん、写真撮ろう。改めてさ、日本って平和やな。なんかこれですげえ盛り上がれてるやん。いや、ツイッターの使い方本当は怖い。いや、そうよ、幸せやと思うわ。なんかアンチも一体いるよね、罰制されてないけど。これに対して、うん、どうアンチすんねん。いやいや、すんねん、お前ちげえしとかお前、ちげえしごめんね、誰ということで、以上を聞いて、はい、どうですか。あるけど、もう全然、なんかもう前回のやったあの植物に気持ちがあるとか、はいはいはい、そうですけど、あそこから俺心入れ替わって、やっぱありますよ、うん、入れ替わってあるある、全然ある。あ、だからそのなんていうの、別にさ、信じてやることはいいことじゃん。そうファブリーズ使ってみてもいいかもね。気持ちのところもあるから、こういうの。そうでも俺はすぐ買い替えるな。今何時？
今はリセッシュ。リセッシュ結構ね。でも使うと思う。でも除菌とか分かんないじゃん。でもモチベじゃん、そのリセッシュの方がいいなっていう。そうだから多分新しいものに俺らは惹かれたんだ。そう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 。なるほどなるほど。だからファブ打った方が絶対いいんだよ。ファブ打った方がシャブアンダースカしちゃうからね。シャブアンダースカすな。除菌で言うとさ、はい、ジョイとかもどう。だから要するにさっき言った成分が入ってればいいのか。入ってればもう魔法陣で囲まれるってことなんですよ。しかも塩はあんま部屋に負けないけど、これ負けますからね、ファブリーズ。これ塩より効果ありそうだよ。あとね、これね、塩って玄関とかその出入り口から入ってくる霊に対してやってるでしょ、うん、でも生き霊って例えば一回抱いた女とか部屋入れちゃってるわけじゃないですか、うん、でそれをさ、なんか春とかよくやってるけど一回抱いたら捨てるじゃないですか。そうした時にやっぱ生き霊って一回部屋入ってるから部屋にやっぱ出れるんですよ、平気で。確かに確かに。そんな時に塩じゃやっぱどうもできない。そんな時もファブですよ。ちょっと待って、聞き捨てならないことが一個あった。どこですか。塩じゃ無理ってとこ。いや、あの捨てるっていうところ。あ、それは常習犯じゃん。だからそのやっぱファブリーズでやっぱそういうのやっていくと生き量も対応できる。生き量が一番怖いって言いますね。そう、やっぱ新宿のミスターチンコって春言われてるけど、あれやっぱ本当だったね。聞いてならんのミスターチンコ、もう新宿でミスターチンコって言われてる。そう言われてんの。ツイッターで書かれてたよ、新宿でチンコ歩いてんなと思ったら春だった。いやいや、そんなことある。マジこれ本当春ということで、まあ、今回の話題を信じた方はぜひファブリーズを買ってみてください、はい、魔法陣があなたを守ってくれます。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。次回は新宿のチンコについて。やりません。新宿チンコトーク。やりません。コトークね。サブちゃんでもやりません、ね、そんなのは。コトークって何。バクスター効果についてやっていきたいと思います。バクスター効果、まあ日本でもね流行ってるんで。いやいや、初めて聞いたし。バクスター効果。バクスター効果。ハムスターのお兄ちゃん。いやいや、お兄ちゃんいないです。じゃあこれどういうことかっていうと、今回のお話は植物には意識があり人間の心を理解できているということが分かった研究についてやっていきたいと思います。いや嘘や、植物に小意識あんの。いや小意識違う、無意識に小意識になってる。違う無意識がある。意識がある。なるほど。私は植物と会話ができないため、どのように流絶蘭に恐怖を生じさせるか想像ができませんでした。そこで試しに流絶蘭の葉をギュッと引っ張り、熱いコーヒーの中に入れてみました。その反応はノコギリの刃のようなギザギザの図のグラフを表し、あまり大きな起伏はなく失敗に終わりました。13分55秒が経過した時、突然歯を焼くという案が頭に浮かんだのです。その途端、電極につながれた1枚の刃が反応し、機械の針は一気に最上端を目指しました。手元にマッチがなかったので、マッチを取りに秘書の机に向かっていくところでした。その時私は流絶蘭と5メートルほど離れたところに立ち、機器とは約 1.5 メートルの距離でした。しかし曲線は激しく起伏し、まるで刃が本当に焼かれていると感じているようでした。その時バクスター氏は、神様、流絶蘭は私の考えを知っているのですと心の中で叫んだそうです。わかりました。言いたいこと。わかる。だから結局火つけてやろうって思ってマッチ取りに行っただけで葉っぱは反応したんですよ。あかん、俺燃やされるかもって。バクスター氏とさ、うん、植物は何かに繋げてんの。繋げてないよ。根元からグラフに繋いでるだけ。だから葉っぱからは感じ取れてたってことない。だからまあそう、日常から人間の行動見てるから。そう、これがさ、燃やした時に反応するなら分かるんだけど、うん、燃やす前でしょ。だから今回すごいのは、燃やそうとしている人間の意思が分かってるってことなんですよ。それか、もう一個の意見として、オーガズムに達した可能性もある。いや誰とのまあ、いやだから自分でハーッとピーってなってる可能性あるよ。その人やっぱ全員さ、犬とか猫もさやるじゃん。それに近い可能性もある。エスパーや。伊藤は来ないよ。いやもう来てたもんね。今来そうな今感じたもんね。テレパシーガリーバッグ入ってからって。他にもありまして、殺人事件の捜査にも植物が使われた。ちょっとやってみるよ、うん、この人ですか。やってるってこと。まあ喋ってるかどうかは別として、でも繋いでさ、うん、反応見るってこと。そう一個一個だ。自分に水をくれていた人を殺した人だから、うん、そうか。でもやっぱさ、そういうのあるとさ、観葉植物を置くと運気が上がるとかさ。上がるね。そういうのもやっぱ関係あると思うよ。確かに。あ、でも心持ってんだから悪い気を吸ってくれたりとかもあるそうかもしれん。この人今悲しんでる、僕が何とかしなきゃとか、僕か私かは知らんけど。うん、けどね、俺昔言われたことあるんだよね。金持ちになりたいなら観葉植物を部屋に置いとけって言われた。金持ちの人。なんでですかって言ったら、自分の運気が分かるんだって。
もう天候とか水あげてるあげてない関係なく、自分の運気が上がってる時は観葉植物はどんだけほっといても死なないと。でも運気が下がってる時っていうのは観葉植物は水をちゃんとあげても、その栄養剤あげても枯れていくって言われたことがある、その金持ちの人ってもしかしてあ、そう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 実名出すそれ赤